今日のスタスタ中継は門松作り最盛期を迎えています千葉県東野昌町からお伝えをしています今ご覧いただいたこちらですけれども、なんと高さ2メートル4 0センチあります、えー、私の身長が1メートル7 5センチなので私よりもはるかに大きなこういった門松もあるんですね 1m 余りのものからこういった大きさまで9種類の門松を作っているということなんです、で今年はなんと1050対 出荷予定とというこです。手作業ですからね、本当に大変だと思います。こちら作ってる。ではですね、9月の、9ごろから門松作りが始まるということで、高さの異なる3本の青竹を土台に刺しまして、さらに松を刺します、仕上げのワックスがけもするんですけれども、全部これ、手作業、分業制なんですよ、大変手間がかかっております。はい。 そして今行われていますのがこれ松を刺す作業松刺しというところなんですけれども松刺し歴21年の山本さんです。今ちょっと作業中ですがお話い,いですか。ああい,いですよろしくお願いします。忙しいところすみません。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。何かこう松を刺す際に難しいこととかってあったりしますか。そうですねあの松の数松は三段しきちこう一段二、はい、段三段になってるでしょ。ああいう感じですね。はい、でその二二段目のこの あのボリュームっていうかね、はい、逆三角形みたいな形のああいうになりますんでうん、うん、このボリュームをつけるのが一番難しいですね<ー>数百本の松を使えますからしかもこの段のバランスをうまく取らなきゃいけないということで、うん、うそういった難しさもあるようですけれどもそうですね